まあそうで、ね。まあ必ず割り勘なんだって、春日っていうのは。で、ちょっとタクシー代が結構な感じになっちゃうのがしんどいっていうのを、そこは春日察してくれたみたいで、新宿から西の場合、おごるよって春日から言ってくれたんだって。まあそういうね。そういうルールになってます。そうそう、そういうルールになってるんですよ。で、それはすごくありがたいんだけど、そのルールを決めてから、新宿でしか飲まないんだって、春日。やっぱりね。そんなん、そうなのって聞いて、まあまあ、近い方がいいっていうのもあるしなっていう感じで聞いてて、その辺はどうなの？たまたま新宿なんでしょ？まあそうだ。まあそういう時もあるし、やっぱ新宿の方がやっぱりその出るお金が少ないっていう、こっちのね。あ、やっぱそこもあるんだね。割り勘になるから。まあそうね。それで、なんかもう一個苦情があるらしくて、どんな話すんの？春日と水くん。春日が長く話すイメージないわ、みたいな話してて、それがもう最近はもう 99%、春日がどうやったらモテるんだろうっていう話に、付き合わされてると。付き合わされてるって言ってた。なんだよ、おい。そんなモテたいってやつじゃないだろ、あいつってさ。いや、これがひどいんだと。で、どうも俺が思うにって水くんちゃんが言ってたのは、自分が20代で後輩だった頃、先輩たちが女遊びしてた感じに憧れてんじゃねえかと。それをやりたいんじゃねえかと。一言もそんなこと言われたことない。言われたことない。最悪だろ、俺と水口ちゃんが飲むの。最悪で勝手に分析されて、相方に言われて、それをその、相方が。で、なんでモテたいと思うのって、とにかくあいつは太りたくないんだと。まあ、せっかく、ね。痩せたいんだと。せっかく、で、痩せてモテたいんだっていうことを水口言うのに、なんでよって言って、いや、あいつ多分絶対痩せたい。だって、飯を食いに行く前に、ちょっとコンビニエンス寄らせてもらいますと。必ず寄るんだって。で、コンビニに寄って何に付き合わされてるかというと、飯食うまでに春日は必ず、ヘルシア緑茶とヘルシアコーヒーを2本飲むんだって。それも大事なことだよ。もう毎日、毎回会うたんびに飯食うたびにヘルシアコーヒーとヘルシア緑茶。で、飯食いに行くじゃん。で、出るでしょ、出たらまたコンビニ寄って、その、ヘルシア緑茶とヘルシアコーヒーを飲むんです。挟むんですって。挟む。ヘルシア緑茶。で、気休めだよ、そんなのって。食っちゃったら意味ないだろって言っても、とにかく、そうすると。大事だよね。まあ今も春日さん体脂肪を減らすっていう特茶を飲んでる。特茶を飲んでますけど。もちろんもちろんそうで。で、まあまあそれはまあボディビルだから気使ってんじゃないのなんていうことで、いや違うんだ、モテたいんだ。でまあまあこのラジオでもちょっと前話したけど、何をするかって、まずカラオケに二人で入って、片っ端から春日がキャバクラの女の子とかの電話番号してる子に今から飲めないっていうのを、とにかくメールを片っ端から送るんだ。で、その返事を待つんだと。で、その待ってる間何するんだって聞いたら、カラオケで、何を歌ったらモテるかっていうのをすごく研究して、どの歌がうまく歌えるかをすごく練習してるとか。そうだね。で、必ず、やっぱミスチルだなってつぶやくの。やめなさいよ。どこまで話すんだよ、ちょっと。何なんだよ、おい。やめなさい。それは暗黙のさ、ちょっとこれ水でに行く、もう終わったらすぐあれだな、電話だな。これはもう暗黙で言わない約束じゃない。いや、すごいです。水口文春の情報量すごいんですよ。おい、ちょっと待ってくれよ。すべて事実だから立ちが悪いんだよ。で、春日さんはミスチルの曲を片っ端から歌って、キーの上げ下げを指定されるんだって。で、キーはもうちょい下かな、上かなって言って、下だな、下、高い声出ないから下だなって合わせていくと、バッチリのキーを春日が記憶するんですって。女の子が来た時に歌うために。そうだな。で、ここからなんだって、謎は。何を。で、そんだけモテる曲を把握し、モテるたびのキーも把握したにもかかわらず、女の子が来てから、カラオケを歌わないんです。え、なんでそれっつって。意味ねえじゃん、じゃあ探すっつったら。したら、女の子来ても歌わない。30分、40分出すと女の子が歌わないことに気づく。春日さんが歌わないことに。したら女の子が言うわけよ。春日さん、歌いなさいよ。春日さん歌って春日さん歌ってと。したら、まあまあまあ。君たち歌いなさいよ。もういいだろうよ。で、それもだんだん長くなって、痺れを切らした水ぐっちゃんが、ミスリを無理やり入れるふりをすると、春日さんが、ちょっと待ってちょうよ、しょうがないなぁ、とどまることを知らないなんですね。やめなさいよ、もう。これは春日さん事実ですか？え？水口文春のこの話、これ事実ですか？ 100% 事実。それはそれ一番近い男なんだからさ。嘘なんか一個もないよ、こんなで、無理やり入れるということでハードルを下げてると、水口
は言うわけですよ。うんうん、でね、ここでね、うん、俺そんな名前一言も聞け、皆さん、この名前知ってますか、うん、ニジマスというコンビの今田やんというのを聞いたことありますね。今田という男がいるんですけど。後輩ね。最悪だろ悪今田も出てくると。いいだろう、だから。そこから今田という男が加わったんですけど、うん、この春日さんにですね、うんうん、もう何十回と、うん、女性を紹介してるらしいんですよ。それにもかかわらず、うん、オールナイトに一回も名前が出てこないという男が、ニジマスの今田、春日の呼び名は今田やんと呼んでるわけ。もういいだろって、だから。なあ。おい。はい。俺ですか？若林ですか？当たり前だろうがよ。いや、うん、もういいだろ。で、今田やんが言うんですよ。うんうん、女を、うん呼べっていうのは、うん、ちょっとあまりにもじゃない？それ。なんか、先輩になんか昔の芸人って、うん、いや、自分で女の子呼べるってことを言わないんですよ。と、今田山言うんですよ。うん、じゃあどういうことなんですか？メールに、うん、今田、今からどう？と。で、行きますって言うと、うん、そうなってくると、うん春日、水口、うん、今田の、うん、こっちは3人になるねっていうのをメール送るんですって。そうなってくるともう、こっちは3人って送られても、探す、血眼で探す。もういい、やろう、やろう。テニテニフォー。もう、テニフォーよ。うん。らしいんですよ。もういい、そうな。で、うん、まあ、それで探して呼ぶと、うん。今田さんが探して呼んで、春日さんとその場で、そういう合コン乗りになるってことが、ものすごい数行われてるにもかかわらず、うん、オールナイトに出荷されないと。水口ちゃんは、それはラジオ聞いてて気になるところであったんで、とおっしゃってました。なるほどね。うん。うん、それは、うん、春日さん、やっぱ面白い話が起こんなかったからなんですか、うん、出荷しないのは。まあ、そうだな。うん。うんうんうん。まあ、そういうとこがあると。まあ、そうだな。うん。うん、まあ、あとその、やっぱその気まずいっていうのもあるしね。あ、そう。うん、まあ、全員女の子はもちろん最初にもう、まあ、みんな分かってると思うけど、全員若い女の子みたいですね、20代前半に。でね、今田やんかね、うん、耳寄りな情報いろいろくれてね。うん。そう。今田やんがくれたってことよ。情報を。若林さんが聞いたの？いや、だからその、うん、今田やんが来て、教えてくれたんですよ。だから、うん、そうそう、水口聞いとね。え？今田やん。聞いてないよ、それ。え、来て。だからさっき言ったように来て。今田の話も聞いてるわけよ。なるほど。俺は。で、今田が言うには、うん、カラオケボックスなんて必ず。で、女の子が来る。うん、そうするとね、春日さんがね、うん、フードを被ったまま取らないんです。で、何それって俺聞いたんですよ。したら今田やん曰く僕の予想なんですけど、フードを被ってることを、かっこいいと思う。やめろ今田いや、今田やんおい、ちょっと待って。俺、そんな耳寄りな情報。やめなさいよ、もうさ、全部その言われちゃったらもう、やることないよこの先。もう、やめなさいよ。で、まあ、今田デーは、週刊今田デーはですね、の情報は結構、この後もいろいろ入ってきまして。うん、あ、そうなの、うん、今田やん情報によりますと、ボディービルを始めてから、うんでも T シャツの袖をまくるようになった。うん、今もそうですよ。やめなさいよ、だから、今現在も。そうだけども。で、春日さんね、うん、今田やん情報によりますとね、うん、必ずやるパターンがあるらしいんですよ、合コンの時に。うん、でなんだ今田やんって聞いたら、うん、これがまずびっくりしたことが、まず一点が、うん、合コンで結構滑るんですよ。結構滑るんです。だからもういいじゃない、若林さん。カスガが滑るのみたいな、うん。そうなんですよ。つって。で、それを今田屋が、カスガさん滑ってますよって突っ込むと、うん、その後に、恥ずかしいって言いながら、うん、隣の女の子に抱きつくっていうパターンがあるらしいですよ。おい、ちょっと待てよ、おい頼むからさ、若林さん。もういいじゃない、若林さん、もういいじゃない。ね、若林さん、もう今日は何だっけ。だから、カスガが隣の女の子に抱きつくっていうパターンがあるために、カズカさんわざと滑るんですよって今田やんが言ってました。抱きつくためにわざと滑ると今田やんが。いや、それはちょっと嘘があるよ。嘘がある。嘘がある。じゃあそれちょっと弁解して、うん、ここはリトルトゥースも誤解しちゃうからね、はいはいはい。弁解しましょう。いや、だからその現象としてはね、うん、今田やんの言った通りですよ。それが起こってるけども、うん、心の内、恥ずかしいって言って。恥ずかしいって言って。うん、恥ずかしいです、ももちゃーんって言って行くからね。それはまあ事実ですけど、うん、決してだからわざとじゃなくて、うん、本当に滑ってるんです、別に。あ、本当に恥ずかしいから抱きついてるっていうことなんですね。わざととかじゃなくて。うん、そうすか。え、今ので何も、これはどうなの？いやいや、まあ、たまたま新宿なんでしょ。まあそうだ。まあそういう時もあるし、うん、やっぱ新宿の方がやっぱりその出るお金が少ないっていう。
こっちのね。あ、やっぱそこもあるんだね。割り勘になるから。まあそうね。それで、うん、なんかもう一個苦情があるらしくて、うん、どんな話すんの春日と水くん。春日が長く話すイメージないわ、みたいな話してて、うん、それがもう最近はもう 99%、うん、春日がどうやったらモテるんだろうっていう話に、うん、付き合わされてると。付き合わされてるって言ってた。うん。なんだよ、おい。そんなモテたいってやつじゃないだろ、うん、あいつってさ、うん。いや、これがひどいんだと。うん、で、どうも俺が思うにって水くんちゃんが言ってたのは、うん、自分が20代で後輩だった頃先輩たちが女遊びしてた感じに憧れてんじゃねえかと、うん、それをやりたいんじゃねえかと一言もそんなこと言われたこ言われたことない最悪だろ俺と水口ちゃんが最悪だろ勝手に分析されて相方に言われてそれをその相方がでなんでモテたいと思うのって、うん、とにかくあいつは太りたくないんだとまあせっかくね、痩せたいんだと、うん、で痩せてモテたいんだっていうことを水口言うのになんでよっていやあいつ多分絶対痩せたいだって飯を食いに行く前に、うん、ちょっとコンビニエンス寄らせてもらいますと必ず寄るんだって、うん、でコンビニに寄って何に付き合わされてるかというと、うん、飯食うまでに春日は必ずヘルシア緑茶とヘルシアコーヒーを2本飲むんだってそれも大事なことだよもう毎日毎回会うたんびに飯食うたびにヘルシアコーヒーとヘルシア緑茶で、うん飯食いに行くじゃん。うん、で、出るでしょみたいな話してて、うん。それがもう最近はもう 99%、うん、春日がどうやったらモテるんだろうっていう話に、うん、付き合わされてると。付き合わされてるって言ってた。うん。なんだよ、おい。そんなモテたいってやつじゃないだろ、うん、あいつってさ、うん。いや、これがひどいんだと。うん、で、どうも俺が思うにって水口ちゃんが言ってたのは、うん、自分が20代で後輩だった頃先輩たちが女遊びしてた感じに憧れてんじゃねえかと。うん、それをやりたいんじゃねえかと。くれよ。一言もそんなこと言わ言われたことない言われたことない最悪だろ俺と水口ちゃんが飲むの最悪だ勝手に分析されて相方に言われてそれをその相方がでなんでモテたいと思うのって、うん、とにかくあいつは太りたくないんだとまあせっかくね痩せたいんだとせっかく、うん、で痩せてモテたいんだっていうことを水口言うのになんでよっていやあいつ多分絶対痩せたいだって飯を食いに行く前に、うん、ちょっとコンビニエンス寄らせてもらいますと必ず寄るんだって、うん、でコンビニに寄って何に付き合わされてるかというと飯食うまでに春日は必ずヘルシア緑茶とヘルシアコーヒーを2本飲むんだってそれも大事なことだよもう毎日毎回会うたんびに飯食うたびにヘルシアコーヒーとヘルシア緑茶で、うん、飯食いに行くじゃん、うん、で出るでしょ、うん、出たらまたコンビニ寄って、うん、そのヘルシア緑茶とヘルシアコーヒーを飲むんです挟むんですって挟むヘルシア緑茶で気休めだよそんなのって食っちゃったら意味ないだろって言ってもとにかくそうすると、うんうんうん、大事だよねまあ今も春日さん体脂肪を減らすっていう飲んでますよ特茶を飲んでますけど、うん、もちろんもちろんそうだよでまあまあそれはまあボディービルだから聞いたメールに、うん、うん、未だ今からどう、うん、と、うん、で行きますって言うと、うん、そうなってくると、うん、春日、うん、水口、うん、未だの、うん、こっちは3人になるねっていうのをメール送るんですそうなってくるともうこっちは3人って送られても探す血眼で探ろうもういいやろうやろう全員24! もう、全員よ。うん。らしいんですよ。もういい、そうな。で、まあ、それで探して呼ぶと。うん、今田さんが探して呼んで、春日さんとその場で、そういう合コン乗りになるってことが、ものすごい数行われてるにもかかわらず、うん、オールナイトに出荷されないと。水口ちゃんは、それはラジオ聞いてて気になるところであったんで、とおっしゃってました。なるほどね。うん。うん、それは、うん、春日さん、やっぱ面白い話が起こんなかったからなんですか、うん、出荷しないのは。まあ、そうだな、うん。うんうんうん。まあそういうとこがあると。まあそうだな。うん。うん、まああとその、やっぱその気まずいっていうのもあるしね。あ、そう。うん、まあ全員女の子はもちろん最初にもう、まあみんな分かってると思うけど、うん、全員若い女の子みたいですね。20代前半に。でね、今だやんかね、うん、耳寄りな情報いろいろくれてね。うん。そう。今だやんがくれたってことよ。情報を。若林さんが聞いたの？いや、だからその、うん、今だやんが来て、教えてくれたんですよ。だから、うん、そうそう。水口聞いとね。え？今だやん。聞いてないよ、それ。で、来て。だから、さっき言ったように来て。今田の話も聞いてるわけよ。なるほど。俺は。で、今田が言うには、うん、カラオケボックスなんて必ず。で、女の子が来る。うん、そうするとね、春日さんがね、うん、フードをかぶったまま、ティービルを始めてから、うん、でも T シャツの袖をまくるようになった。うん、今もそうですよ。やめなさいよ、だから、今現在も。そうだけども。で、春日さんね、うん、今田やん情報によりますとね、うん必ずやるパターンがあるらしいんですよ、高校の時に。うん、でなんだ今だやんって聞いたら、うん、これがまずびっくりしたことがまず一点が、うん、合コンで結構滑るんですよ。結構滑るんですよ。だからもういいじゃない、若林さん。春日が滑るのみたいな、うん。そうなんですよ、つって。
で、それを今田屋が、笠さん滑ってますよって突っ込むと、うん、その後に、恥ずかしいって言いながら、うん、隣の女の子に抱きつくっていうパターンがあるらしいですよ。おい、ちょっと待てよ、おい頼むからさ、若林さん。もういいじゃない、若林さん、もういいじゃない。ねえ、若林さん、もう今日は何なんだから、カズカが隣の女の子に抱きつくっていうパターンがあるために、カズカさんわざと滑るんですよって今田やんが言ってました。抱きつくためにわざと滑ると今田やんが。いや、それはちょっと嘘があるよ。嘘がある。嘘がある。じゃあ、それちょっと弁解して、うん、ここは、リトルトゥースも誤解しちゃうからね。はいはいはい、弁解しましょう。いや、だからその、現象としてはね、うん、今田やんの言った通りですよ。それが起こってるけども、で、うん、心の内、恥ずかしいって言って。恥ずかしいって言って。うん、恥ずかしいです、ももちゃーんつって言くからね。それはまあ事実ですけど、うん、決してだからわざとじゃなくて、うん、本当に滑ってるんです、別に。あ、本当に恥ずかしいから抱きついてるっていうことなんですね。わざととかじゃなくて。